15번 오세요. 挨拶のような気がする今の攻めはまだまだこれからの挨拶程度な感じもしないではないかな。 伊藤薫の得意技です。はい、先日最後の最後にこれが本物のフットスタンプだって負けたリンなので、多分フットスタンプ今体重めちゃくちゃ乗ってる感じはしましたね。伊藤薫のさ、フットスタンプ教えたのなかなかなんだよね。それはい、自分も知ってます。体の割には足が小さかったから。お待たせしました。選手の方にお待たせ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 。選手の方にお
お立ちください。おい、忘れました。お出しください、お出しください。花見走るんだ、花見とか行くんだ。ずれた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 。椅子、椅子。だからがっつり乗りましたね。さあ、渡辺と僕はまだ立ってこない、立ってこない。5分経過、5分経過。上がってこいよ、上がって。うい、いいね。あ、どうぞ。あ、どうぞ。ももこさんも今ダメージが効くて目が入れないんですけど、でもリンもここで回復してしっかり頭を使っていかないと。さあ、さあ、危ない。スラム一発が重い、重いんだよな。はい、前フライングパンケーキが来る、フライングパンケーキが来る。でもそれをリングが、やばい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 。いけ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 。うい。しゃっ
仕留めることができる。はい、ありがとう。今日の凛が一緒になってもらいたいのかな。あんたの今日の目つき一番怖かった。マジであんただから絶対取り上げられるよ。最後に諦めずにトップを狙った方がいい。そしてこの話を持って2人、誰か分かんないけど一瞬でも勝てるように絶対諦めんなよ。ありがとう。